小山市の中心部を流れる思い川。鉄道など交通網が発達する前は江戸と直結し、人や物資を大量に輸送するための重要な交通手段でした。川沿いには多くの橋が置かれましたが、重要な役割を果たしていたのがここ乙女橋です。乙女橋は徳川家康の会津七陣に際し大いに貢献し、後に日光東照宮の造営にあたり多くの資材がこの地より運ばれ、そのために幕府の御用橋という特権が与えられました。当時の様子を示す模型です。では橋付近の様子を見てみましょう。江戸時代から乙女橋の高台に祀られ人々の信仰を集めました。十九夜塔は各集落ごとにあり、ここのは比較的大きく、きれいなまま残っています。乙女橋と刻まれています。栃木県は十九夜信仰が厚く、1600体が確認されていると言われています。この観音堂は以前は友沼橋にありましたが、大正2年河川改修のためこの地に移されました。石造物には友沼橋と記されています。乙女橋と記されたものもあります。元は河川敷の中にあったものを河川改修時に現在のところに移されました。この鳥居は市内で5番目に古いものです。乙女、下館、栃木の有力商人の名が刻まれていることから、乙女橋で繁栄した人から厚く推計されたことが伺われます。この鳥図石は市内で最も古いものです。相撲も盛んで8月に子ども相撲が奉納されます。
明治32年から大正4年までの間、ママダ駅まで人車鉄道が通っていました。明治の終わり頃、乙女菓子で肥料問屋を営んでいた小川商店は、日光街道沿いに店や住居を移しました。当時の建物、5棟が国登録文化財になり、現在、車屋美術館として活用されています。現在ここでは思い川の水位観測を行っています。平成27年秋の大水の跡が見られます。黒田長政が日光東照宮へ寄進した鳥居の一部とされ、高瀬群れで運ばれたものが落下したものと言われています。昭和50年代の河川改修の時引き上げられたものです。東屋や案内板などが設置され、市民の憩いの場となっております。